EMP35 とは1935年にドイツのエルマベルケ社においてハインリッヒフォルマーにより開発された短期間銃である。フォルマーが輸出用に開発したフォルマー M1927 の改良型として再設計された製品であり、超重心型、単重心型の2種類あったフォルマー M1927 のうち、 短味型タイプにバレルジャケットを装着するなどの改良が加えられている。設計には、フォルマー以外に、エルマーベル化社のベルソルトゲーペンが加わり、既存の短期間銃である MP18、MP28 も参考にしていたため、機関部分などは MP、MP18、MP28 と同様のシンプル、ブローバック方式、オープンボルト撃発で、 球弾方式も機関部座側面から弾装を装填する方式を採用している。射撃には安全装置の他にフルセミオートの切り替え用のスイッチが右側に装着されている。また15部には前線で容易に分解、整備が行えるように分解用の器具が取り付けられていた。唯一の変更点としては木製重症の採用と重心下部に射撃安定用の木製フォアグリップが 装着されているが、EMP の後期バリエーションでは、フォアグリップのないバージョンも生産されている。弾薬は 9mm パラベラム弾を使用し、当初は MP18 で使用されていた32連スメル、弾装を採用していたが、1928年から1929年にかけてフォルマーは弾装の改良を行い、 1930年には、複列式の箱型断層に変更された。マガジンハウジングは、銃の軸線に対して直角ではなく、わずかに前方へ傾いた角度で配置されており、これは球団をスムーズに行わせるための方策である。生産は主に、エルマベルケ社で行われ、ユーゴスラビア、フランス、スペインなど国外に輸出され、スペイン内戦でフランコ派によって使用され、後に、 EMP35 はスペイン軍で正式採用されている。ドイツでもナチスドイツの正式短期艦銃として採用され、採用後は主に武装親衛隊やドイツ空軍などに配備された他にも KFZ13 など装甲偵察車内の乗員用の副武装として配備されている。ありがとうございます。